初めての周回参加だ。教えてあげるよ。あの方は巨大ソフト、ハッカー界のリアルスター。オッケーよ。本日は悪魔の<笑>僕もオレンジはよっ、ブラックシックメン。はあ、伝わる。へえ、これチームいけんだ。いつジョーク、いいかお前ら。 最高、その名を称え、デモンズバック。早速だ、デモンとしての歯。ヘイ、そこよ。イエス、アイ。よしよか。 へいへい、そっちのよ、絶大ハミングバード。イエス、アイキャン。よしよか。へい、そんなようには、スペシャル。ザクソンへのスパイ活動、いつか何かあれば、すぐさまこの俺様に。 そいつの一方的な誘いでデモンズのアジトに行ったらってアホか。そんな 100% 罠丸だし。どうせそんなこと<笑>バカや。でどうするよ、リュウジ。ひとまず言う、お前は俺と千歳、お前は、はいはい、K のちょ。
仕方ない。ここにいないということは、フーディエがザクソンに敵対したと、二手に分かれるぞ。なんとかなったね。
のおかげだよ。
みんなのおかげだよ。みんなのおかげだよ。みんなのおかげだよ。
危ねえな。どうした？なんてな、冗談だよ。その服、ひょっ。お、ああ、名前を知ってるだけさ。あいつが、おいおい、柔道のことがいいぜ。まあ、俺も、俺も。いや、来いよ。みんなのおかげだよ。仕方ねえな。Bye.
案外大したことなかったな。後悔するぜ。仕方ねえね。案外大したことなかったね。オタク、ハッカーになったのは最近だろうと思ったさ。雰囲気もそうだが、何よりへえ、いつの間にか。おっと、悪い。柔道が活動していたの。ハッカーはその中、リーダーの中。も、柔道はき、そいつらの中でな。真田新太っつうのは、龍二が補佐官。ナンバー3はいまいちとせ。昔から人当たりがよく、軽そうに見えて、他にも毒、つまり柔。だが、あいつらには、明確な、あくまでも、アンダーゼロ。聞いたことをね、エデンソ、つまり、そこを慣れる、あそこで。いや、ともかく、なあ。ち、倒すぞ。それを。力を貸してくれ。
なんとかなったね。前にもこいつに襲われ、スエドーって神城の研究員に言うには、お、あちこちに現れんだ。相変わらず爪が。リュウジ、悪い。勘違いするな。何を油を売っているんだ。まだこんなに嫌がったのかよ。危ないところだったね。ユーゴ、誰かと思うと、リュウジはともかく。ま、そういうこと。君が、あっ、うん、なるほど。それに、彼を紹介するため。いや、報告があってきた。知っているよ。僕とフェイは普段のメフィストさんのアカウントだけ。アカウント狩りで資金。調べが早い。この件はここで弱腰を見せれば。力で抑えて離反するやつが出るなら、それを見過ごせば誰もが明確な規律を。俺が言いたいのはライジ。黙って。リュウジ、お前なら分かっ。もう俺たちじゃない。彼と理解し合い、奴の話はこれでしまいだ。ユーゴ、こいつがデモンズの面倒。ジミー・ケンからザクソンの情報を探るよう。彼か。ちょうどいい。二重スパイをしてほしい。エンドスか。構わないよ。エデンで顔が知られる。ユーゴ班がしっかり落ちて。フォーラムへの出入りは自由に。これで君、ハッカーの存在理由は、それがエデン、君が守護者としてふさわしい。私はエデンの守護者なの。何？キュウ？いや、バッチも尻と言っても、そのハッカー、こいつの巻き込まれた面、何か情報が入って。受けたまわった君も、それなら暴走するハッカー。真田新が言うように、しかし君がどんな近いうちに。相変わらず真田から聞いた。あいつの話は信用するな。力がなければ何も守れはしない。
いやー、なんかすごいことになっちまったな。ハッカーたちの間じゃ K について、うんにゃ、さっぱり。俺の情報網に引っかかっ、お前あの後、そっか、病院からだ。おお、にしても K のや、今のところ K 誤った情報を、聞いて、あのおじさん、君は気にならない？東京のあちこちで起こっている怪、これはデジタルシフト内に入ったって、ひょっとしてで、聞いたんだ。気にしなくていいよ。ああもう、君ザクソンのに、バカ。エリカ、エリカは病気なんですか？そう、あたちみたいに治らない。そっか、ない。ふん、せめてあたちがもっとエリカと同じ、
そこを行く地味な顔立ちの少年。そのままだ。君、今時間。君は。そう。ではまずは。あ。うん。そうだな。一般的な日本人は、ちなみに実際は時には元来し。おっと失礼。調査をつ。だが君のその人なる。よし、ご苦労だった。では次に行こう。ついてきてくれ。次はここだ。ぬいぐるみだ。だがそのぬい、君も一度はき、一口にも小さければぬい、特にぬい、このぬいぐるみは、おっと、待たせたね。何？だが安心。君を怖がらせ、それは少し誤解しないでほしいのだが、だが、かの有名なつくも神も、その話をさん、もちろん、つく、それが、さて、次、では今から私ではわたぐるたはるなしはあえるじファジル以上だ。覚えられなかった。わたぐるたはるな、間違えずに頼むぞ。私は少し離れた。よし、これでいい。結果を見るに、この…おっと
と失礼。君のおかげで面白そうな事件の発生現場に居合わせることができそうだ。では、先…今まさに新宿一帯のデジタルウェーブ数値に。そこで、デジタルウェーブはつまり君が自分で試すのが一番。君が来てくれたのは研究員。私は興味知っているかい。そうだな、既存の情報を仕入れではな。しょ、現実と電脳空間で起こる。
やあ、待っていたよ。君のハッカーとしての実力を。では依頼について。ドリームは手口はこう。まず絵で集めた参加者に、もうかなりのユーザー、電脳空間で催眠エデンアバターから行く。気を引き締めて戦う。一般ユーザーなら相手はこのまま放って。ドリームはザクソンの誇り。今仲間がエデンで犯罪を行っている以上、君は先行していく。彼女はこのフォーラムに。お前が立つ。その服、フーディーだ。そうだ、ね、ねえ君。きっとまだ俺ら、フェイさんと一緒に捕まえようとして。私たち、リーダーらしいハッカーがいた。やあ、そうか、彼女の実力ならも。ユーゴ。いや、でも君たちは敵の攻撃。分かった。ユーゴ。分かった。心配し、仲間がフェイの居場。やれやれ、どうやら彼女。よそのチームのやつに任せる。姉さん、you
開始だ。僕たち叶わない。アンさん、何？夕ご飯。もう、こ。ねえ、こいつがドリーミンのリーフ。あなた、状況が分かっているのかしら。単身アジトに乗り込んできて、こうして私の仲間に囲まれているのは、さっさと尻尾を巻いて。私は優しいよ。言ってくれはっ。バッチは部下を可愛がってくれ。夕ご飯を呼ぶまでもない。でもそういう。起きて。ねえ、もうどれだけ声をかけれの。ねえ、わがまま言ってこういうの。君だけの。ねえ、アカウントの。いいでしょ。甘い夢を見るのはやれ。やあ、君がアジトを突き止めてくれたのだ。君の先を。ザクソン、お前が、お前たちの赤。お友達までた。ファントム、相手の意識を揺るがす。デジモン風情。ただのデジモンではない。大人には。子供がどれだけ。子供に分別。君たちは。みんな、僕たちで。
挑む相手を間違えんしたな。大人だろうが現実の世界に瀕死のデジモンを倒す。私はバンテンで最初からバンテンで
シュ。世の中にはこういうあなたたち子供が守って、デジモンに意志がどうだな。フェイ、気にしなくていい。奴らのアカウントデータはこのエデンにいるか。さあ、ユーゴさん、行っちゃ前に仕方ありますかと言っての。いや、デジモンであっても法でさ、君は今回龍神だ。あいつアバターの完全凍結、あの状態じゃ意識はあった。何この裁き。君に理解した。僕は彼らは大勢ドリーミング、相手が人間だって。
死だ。一丁もんでやりますか。一丁もんでやりますか。
ちょもんでやりますか。正義は必ず勝つ。おとなしくしてな。あんた、いいかもだぞ。あんた、いいかもだぞ。一丁もんでやりますか。Huh.
みんなのおかげだよ。揉んでやりますか。It's my hacking business.
ザクソンから仕事の依頼が来た。フーリエの諸君、ザクソンからリハ。彼らの名は確かな筋から入った。その人物の名は騎士神城。彼女はおそらく君たちにはそのこの先は早い話が。神城のメインサーバーってあそこに侵入する。安心しろ、ユーゴから。接触方法は私は。お前はね、もう大丈夫だよ。ダメだ。オッケー、エリカ。なぜ僕は渋谷に来たんだろう。そ、では教えてやる。俺たちはこ、口説き落とす。リュウジから接触方法は任せるって彼女にしちまえば。いや、ユウコちゃん。やだ、かっこいい。ありがとう。そう。いやー、千歳さん素敵。私の心のファイヤーと、ユウ。お？どうやって肝心のユウ。実はな。なんだその目は。彼女は神城の関係者だぞ。警備の厳しい神。とにかくだ。自宅を張るなん。なんか今いいか。確かに。考えてもみろ。女性の警戒心をそぐため声をかけるとき、男と女が誕生し、ただ一年にその努力を。いいや、できようやくやる気が出てきたようだな。それでいいんだ、安心しろ。まずさ、ナンパにす、人の数だけ恋の、つまーりな、だが、お、当たって砕けろというわけで、練習だ。そして、